火表は中国の伝統建築様式に用いられる標柱。天安門前の火表を一般的に台座、半両柱、小楼板とその上の筑媒重像で構成される。火表は建築シンボルの一種であり、すでに中国を象徴するものの一つともなっている。宮殿や両墓へ続く山道の入り口両側に置かれ、神道柱や石持柱などとも呼ばれている。火氷は通常、 木目の荒い白玉を掘り上げたもので、台座は方形となっており、これをレンゲ座、あるいは趣味座という。上面には竜の図案が彫刻され、半量中上には半量板と共に竜雲門が飾られている。上端側面には雲板という誹謗木を模した板があり、石柱上には円形をした小量板があり、天球と地上に対応している。 中上には天に向かって吠えるポーズを取った真獣が尊敬しており、これを朝、天ねくあるいは持ち天という。有名なものとして天安門広場にある二組の仮表がある。これは五百年はあまりの歴史を持つといい、一説には、狂わないの者が天使の外出を見守り、狂わないの者は天使の帰還を見守るという。南京の呉平正し公募前の墓道にも仮表があり、 南北朝時代の両代の石柱という、大連市の星海広場にも花標が一本あり、天安門の前のものより大きいと、土地っ子の自慢であったが、天安門のものより大きいことと、不祥事で失脚した薄木博次来が大連市長時代に建設したことが原因で2016年8月に取り壊された。近世以前の文献では、火標と書いて、鳥居とくんずる例が散見され、 古くから、日本の鳥居の起源ではないかとする説が存在する。文献である和名類受賞や説要集では可表を鳥居と読ませているが、鳥居の起源を中国に求めた誤解としている。ありがとうございます。